10月10日トト便器の日にキララホンダチャ更新が入りまして、メインクエストが追加だけども、まあ、これは置いておいて、で、有意識のピックアップガチャがあるんだけど、珍しいのが水着、また水着サーバントとか言いそうになったけど、水着キャラもピックアップに入るといいね。なんかそういうのって、ほんと水着イベントとかそういう特殊な時でないと入らないと思ったんだけども、有意識くくりってことでちゃんと入ってる。偉い。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。そういえば7章の方は、スロースタートの人がキャラ書いてない、そういえば。はい、なんだろう。鬼っぽさがある。かな。これは髪飾り、それとも角、どっちだろう。新章追加で新武器。へえ。トレーニングも追加。素材集めが増えたんだね。空き地解放はないか。ピロンピロン回収作業。トレーニングさ、簡単ではあるんだけど、この一気に解放したいよね。この前読み込みが悪かった時はなんかポチポチってさ2個ぐらい押すと2個完了になったりする簡略化があったけど、その時ってちゃんと報酬って反映されてたのかな。今考えると少し心配だけども。で、まあ、新しく素材があるんでこっちを回しておき、他のはちょっと後でやっておきます。ガチャか。配布石もあったんで、まあまあ増えてますね。今はこれだけ。地形召喚。地形召喚でもいいけども、初回10連の割引の方でやっちゃいましょう。今、ここのガチャで欲しいのがいるってわけ。お、読み込み入った。それとも単なるロードか。どっちだ？あれー読み込み入ったと思ったんだけどな。この切り替えのタイミングかな。新規のキャラが出る読み、どうだ。ちょっとね、感覚空いたけど、あれおかしいな。何この思わせぶり。あ、特に何もない。スキップ。今夜はお月様が綺麗ですね。地形召喚をするまででもないかな。ゆう子は一応元のは持ってるし、ゆいちゃんってもう進化させたっけかな俺。まだか。100万必要。今日は水曜日だから、お、お金ダンジョンある。よし、じゃあちょっと2回回ります周回しやすいように全部魔法キャラにしとくか。クエストキーは山ほどある。めんどくさいけど出たな怪人め。回りまくってもすぐ来れなくなるからね。思いっきり行くぞ。これね、オートでスキル使ってくれるのはいいんだけども、思いっきり行くぞ。がっちり使ってからになっちゃうんだよね。私にできることをやる。やるとき掘ります。それだったらスキル使うの設定にすればいいって話なんだけど。やりました。48万。もう一回何か設定でバトルオプションさ、ないか。とっておきもオートで使えるようにしてほしいってアンケート送ったんだけどな。本当オートで使ってくれれば適当にオート周回させてるときもね、とっておきのレベルが上がってくるんで、思いっきり行くぞ。サポートします。それを切望しています。
あ、とっておき使えばよかったな。見てるんだったらアセンとユイのとっておきレベル上げないと。で、お金が貯まったんでこれで進化いけるね。ユイは前からいるキャラだから多分ビジュアル見たことある人は多そうだけど。ギターも上手くなったかな。なんか違う、目がなんか変お、メモリアルクエスト、これで解放されるのか。99人目、おお、あと1人で100人。オートで眺めてよ。でも全部喋ってくれるから何も話すことなくなるんだよねむしろ喋っちゃうとせっかくのボイスを遮っちゃう。そんなに私ってすごい？本当にすごいです。びっくりしちゃいました。でもユイさんの世界には魔物はいないんですよね。どうしてこんなに戦い慣れてる。なんだかゲームっぽくて楽しかったからハマっちゃって怖い怖い。こんな感じに剣振ったらかっこいいかなってやってたらいつの間にか強くなってました。サス天才なるほど。ともかく最近ユイさんのおかげでみんな助かってるって評判になってますよ。え、そうなの？はい、魔物を追い払ってくれるので安心して暮らせるって。笑顔で魔物を切り捨てる。そうなんだ怖い子この調子で残りの魔物もやっつけちゃうよ。はい、一緒に頑張りましょう。短いな。あ、まだあった、よかった。今日は頑張ったし、お部屋に帰ったらゴロゴロしよう。お疲れ様でした。ユイ先輩。ん？あれは。ユイ先輩、どこに行ってたんですか？アズニャーン！ギュー！にゃあ！ユイ先輩、離れてください。暑苦しいです。フルボイスだからこそ。いいじゃん、いいじゃん、減るもんじゃないしさ。この絵を見ずに。そういう問題じゃないです。目を閉じてドラマ CD 風に聞けば。疲れちゃったからアズニャンパワーを補給しないと。アニメの軽音と同じように楽しめそうだね。あ、もうこの原作絵が邪魔をしてしまうんでね。アズニャン。お二人はいつも仲良しですね。別にそんなことは、仲が悪いとは言いませんけど。照れなくてもいいのに。照れてないです。で、今はそれどころじゃないんですよ。大変なことになっちゃったんですから。大変なこと？あ、もしかして私が隠してたお菓子見つかっちゃったとか？それはまずい。違います。というか隠してたんですか？あ、後でこっそり食べようと思って。そういうんじゃないんです。これ見てください。この紙何？見ればわかります。ライブがどうのこうのか。場合によっては寝る時間はないかもしれません。覚悟してくださいね。ここで終わりか。あー、気になる引き。次はあれだっけ、レベルを、そうか、100にしないとか。その前に煙突も仕切れてないからな。アズニャのメモリアルクエストとかないのかね。あー、1個しかない。そしてお金もない。お、私すごい。だね。とりあえず今メインクエストと
強化素材クエストの AP 消費が半分だからスタミナか、このゲームは。まあそのうちに回れるとこ回っとこうかなっていう。素材系よりこの強化系かな。うん、やっぱ覚醒した後半はね、レベル100近くなると結構必要なんで、なんで言ったっけ、種の一番いいやつ。新芽か。うん、これをいっぱい手に入れてどんどん強化に回したいね。よし、じゃあ今回は特にガチャとしての内容は何もなかった感じですけども、そもそも復刻のピックアップみたいなもんなんで、むしろ今回さずに次何かある、うん、そっちのために取っておいた方がいいかもしれん、ってな感じで今回はこれぐらいにしておきましょう。さて今日も気合い入れるぞ。なんかあるかな、ちょっと確認してみよう。ただ300日記念でメインクエストが追加入ったから、お、漫画タイムキララ展リアルイベントの方だね。とりあえず近くはまだないかな。うん、10月10日メインクエスト、お、復刻イベントか。17、でも復刻だから、あ、でも初参戦キャラ増えんのか。新規シナリオ追加、あれかな、後日談とかのやつ。25日から作品クロスイベント、おー、いいね、こうやってちゃんとイベントのスケジュール出してくれるのは。うん、まあ多少変動はするかもしれんけども、これを目安にやっていきましょう。ってな感じでまた次回。